あのー、僕ですね高校時代に自分の部屋があのおじいちゃんと相部屋だったんですよ、えー、だから、あのー、同じ部屋でおじいちゃんと寝て、まあ、同じ部屋でおじいちゃんとテレビ見て同じ部屋でおじいちゃんとうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばとプロ野球のチャンネル争いして、えーえー、それをどっちが主導権に握るかを、えー、将棋で勝負して、えー、ま決、あ、着がついた頃にはやるならやらねば終わってたんですけど、えー、まあ、そんな当時 1990年代を代表する、あの、おじいちゃん子なんですけど、あのー、やっぱおじいちゃんっていうのはですね、まあ、そのー、もう普通にボケマシーンで、非常に面白い生命体なんですけど、あのー、例えばですね、ご飯とか食べてる時に、お皿のデザインの絵の魚を箸で撮ろうとしたりとか、おうちゃんそれだよ、なんつって。あと、あのー、寝てる時に、年寄りって、あのー、トイレ行くんで、要所要所、 目が覚めるんですよその時にあの僕がいないとおじいちゃんが僕を探すっていう習性があるんですけどあの僕それちょっと面白くてですねあのおじいちゃんが起きた時にあのこたつの中にわざと隠れてその状態をこう観察するっていうのをあの高校時代にやってたんですけどそうするとあのおじいちゃんがですね あれどこ行ったっつって僕を探し出すんですけどその探す場所がその引き出しのタンスとか <laughs> あの仏壇のチーンって流すやつの裏側とかいや俺の体のサイズ理解してんのかっていう、ええ、ピーターパンに出てくるティーカーベール的なやつに思ってるんすよのことを、ええ、まあそんなおじいちゃんなんですけどあの高校時代に一番やらかしてくれたのがあの僕当時通ってた高校の制服があブレザーなんですけど。 そのブレザーおじいちゃんが老人組合の旅行で間違えて着てっちゃって、ええ、<laughs> えさらにそれを旅行先でなくすっていう、ええ、で僕あの高校の最後の方ブレザー着てないんですよであの先生にですねやっぱブレザー着てないと目立つんであの毎日毎日注意を受けてたんですけどだんだんそれがもううっとうしくなって、ええ、あともうじき卒業なのにもう一回ブレザー買うのもめんどくさかったんであのそのブレザーを着てないっていうのを散らすために あのわざと授業中にガムかんだりとかあのー、授業サボったりとかあのー、髪の毛軽く染めたりとか、あのー、比較的喧嘩が弱いやつに喧嘩を打ったりとか、まあ、ちょっとわかりやすく言うと高校3年の3学期デビューのヤンキーになったんですね <laughs>、ええ、<laughs> 慌ててビーバパイスクール見たりとか <laughs>、ええ、それでですねあのー まあ、ちょっと小さな世界の話なんですけどあの一部ツイッター上で「松尾留前派出場元ヤン」の説が流れたんですけど <laughs> 実はねホットだったんですね、えー、<laughs> 実はもう僕元ヤンで、えー、そういう不良性を失ってない芸人なんであの皆さん僕と接する時は、えー、気をつけてくださいニュートンリンゴが落ちたところでお時間ですどうもありがとうございました